手ごん狙っていた。逃がして、後ろの十字架が来るぞ。逃げてくれ、逃げろ。しかし、ベイちゃんさん、さあ、敵はなさあ、飛び砕いてしまった。いや、見えた。劇場版鉄拳戦が始まった。これなんか最近あんまり見ない組み合わせですね。そうですね、だいぶ見なくなっちゃいましたね。確かに今日はファラン使いが2名ですかね。ユカさんとミクロムさん、ユカさん、うまい。さあ、ここはうまみ、やっぱさあ、ミナイズ4回戦の模様をお送りしております。あー、うまいな今のも。さあ、まずはお化けがかなり優勢に試合を進めていきます。ステージは、プールサイド、アイランドステージ、ね、さあ、バルコニーブレイクのある壁を背負っているのはお化け。そうですね、組み合わせ全部コメント残せれば、まあ、お任せしたい感じですね、鈴木さんと鉄道さんに。ただまあそれもかなり大変なので、気づいたらっていう感じで大丈夫です。そうですね、組み合わせ全部か、ちょっと考えておきます。いや大丈夫ですよ。もう試合はあの行われてるので大丈夫です。さあ、ここはガードフのお化けが取っていったの待ってましたね。そうですね、逆に待っていました。リーチをかけます。本当にこの組み合わせがないので、なかなかそのどっちが有利不利っていうのは難しいところですよね。その触りやすさで言ったらファランかなと思うんですけど、近距離戦の強さとかはやはりこのブレードとかあるので、うん、そのファランの強さといえばローハイからのこの構えを使った連撃の組み立てだと思うんですけども、そこは気持ちよく攻めれそうにないなというところではなんとなくイメージでありますね。さあ、ここゲダンガードしてる。はい、調子に乗って突っ込みすぎると、ね、あのブレードのエラー時期になっちゃうっていうのはありそうですよね。はい、さあ、ここユリフレード、いやー、写真か、手ゴン狙っていた。逃がして、後ろの十字架が来るぞ。逃げてくれ、逃げろ。しかし、そうだね、そうだね、そうなるよね。いや、そうなるなと思ったんだけど、愛嬌のここでステルスニードルがある。ステルス持ってましたね、無名十字架はですね、大なんだなと思うんだよな。でも、ある意味カンニングステルスですよね。そう、いや、まあしょうがないですね、もうスーパースローの、勉強済みというところですね。あの無名十字架、あのバックダッシュにも弱ければ横移動にも弱いという、ね、弱点があります。ステルスニードルの先性能であれば余裕でかわせるという余裕でかわせてたね。起き上がっちゃうとそうなっちゃう。さあ、これは一気に流れが変わったか。床ペース、床ペース高い。ユウカなのか、ユカなのか、ユウカさんですかね。ユウカさん、あ、うまい。さあ、ここは逆転していきました。お化け式さんがジャングルアウトポスト2を選んだって形、ね、なるほど。バルコニーブレイクとボールブレイク両方使えればかなりのダメージ持ってますからね、このファランも。ファランはバルコニーブレイクで落とした時のコンボのダメージがめちゃくちゃ減るんで。そうですね、ずるいやつが、先ほどそれでお化けさんあわやというところありましたからね。そう起き上がり方ミスるともう浮いちゃいますからね、はい、壁。さあ、ここは切り返していきます。カウンター、これ運ぶんだよな。さばくね、さばいて、うわー高い。さあ、これはどうだ、壊して確定ダメージが待っている。オーバーヘッドキックから、そうですね、これが減るんですよ。これが減りますね。まず1ラウンド先制はユウカのファラン 2P 側。ステージ選択しっかりと成功した。そうですね、まずは自分でしっかりとギミックを使うことができています。ただここまでお化け選手側はなかなかブレードがないですね。なんかあるのかな、確かに見てない。壁に運んで、うわうまい、カシカシカウンター、梅雨払いカウンターから、さあ一気にお化けのターンが始まるから、レイジ状態、梅雨払い、しゃがんでいる。ここはお見事、
回抽選一回も当たったことないんだ、ハマちゃん。残念すぎる。チラリチラリ可愛いんだ。いやー、バラも運ぶな。そうですね。てか、まあ、運び性能もまあそこ高いですし、壁コンボ自体もそもそも威力が高いですよね。壁コンファランのめちゃくちゃ減るんですよ。さあ、体力リードは優香のファランです。ちょっとお化けが失速気味、プレッシャーをかけますが、アシュラザンガッとしています。かわしてセルフレイジ。さあ構えを一瞬ミスですね。ここでスーパー人雷剣、壁に運びますが壁コンボならず。ここはうまく回避して、あー最後は飛び立たし、よく見ていました。お化けが1ラウンド奪い返します。パクラ入ってくる人雷。これはちょっとあれですね、このパラの構えのジャブを潜るような一撃ですね、うん、まあその人雷剣自体を発生するまでにしゃがす手があるっていう技なので、ちょうどうまくかわして打ててるんですね、あれがね、うん、このタイミングですね。どうしてもローハイジャブと打ってしまう手癖をおそらく人雷剣で刈り取っている。ここはダメージを取るんですね。いやー、よく出る。エスケープキック。ここで仕切り直し。しかし壁を背負ってもお化けが、ここでお化けもさらに仕切り直すが、フォーキューがどうだ、レイジドライブ確定。取り返します、ユカ。素晴らしい。ニックいるキャラですよ。さあ、お化けが選んだステージはインフィニットアズル。無限。無限ステージ。やっぱファラン側の壁コンボをちょっと嫌った感じですかね。そうですね。さっきほどかなり壁の圧にやられてるというイメージはありましたよね。ちょっとイメージを払拭するためにも、うん、まあ、無限ステージで決着をつけようと。まあ吉光は別にあれですもんね。どこ見てるっす。壁コンボに頼らなくてもというところがありますからね。そうですね。まあ、コンボが強力ではない。ああ、当たった。ついに当たってしまう。ついに当たってしまった時に、このおぼろ車がありますもんね。これおぼろ車だったかな。おぼろ車ですよね。このおぼろ車のダメージがかなり高いので、別に壁コンボにこだわる必要ないっていうところですよね。さあ、来た、始まった。踊ってるがかわす。このカリンですね。一応その吉光側もそのなんだっけ、タコ殴りからの下方戦でその、はい、大きいなんだっけ、受け身を取ると華厳が確定するっていうルートがあって、しないんだったらもう一回下方戦でっていう、そのループする置き攻めがあるっちゃあるんですけれども、なるほど、どっちにしろ二択なので。さあ、ブレード見せる。体力は同じぐらいです。ギャッパ、あーっと、ここでギャッパ、あーっと、あー、これはうまい。あーっと、結構、あー、2択に行った。2択に行きましたね。強気にダブルアップというか、まあ2択に行ったというか、うん、まあそのコンボを締めたところでレイジになってしまうので、まあ、うまくレイジを止めてというところでしょう。パクガーには行かせません。お化けが勝利にリーチです。準決勝進出まであと1ラウンド。あーっと、ローキックに入ってきます。シットスピン、あの毒斬り先ほどね、ヒット許してしまいましたからね。そうそうそうね。あれ一回当たっちゃうと頭に残っちゃうんです。そうですね。ちょっと攻めあぐねているのはユッカのファランですが、ここは下段さばかれて、おぼろ車、大きなダメージ。へっ、食っちゃって、うわ、当たり方、大斬り使い、右やっぱ打ち返します。さあ、あるのか、時間も少なくなってきた。いやー、しかしここは手堅くいく。一発止め。セットカウントは2対1でお化けが勝利。Yeah. That type of pride ain't good for your health. Come on.